ゆうこすもてチャンネル。皆さんこんにちは、ゆうこすです。今回は最近ですね、私ストーリーの方で、よく質問返しとかやってるんですけど、その中で精神科について私通ってるんですけれども、精神科について質問があってですね、それについて答えたところ、ツイッターの方でもですね 2.2 万いいねとか言ってですね、ちょっとこう反響があったので、今日は私の精神科事情って何なんだを語っていきたいなというふうに思います。まずこの動画を見る前に思ってほしいのがですね、精神科に通うことは全然恥ずかしいことなんじゃないよっていうことですね。私もこう YouTube やってると、一見すごい元気そうに見えるし、ゆうこすなんて悩みないでしょと、そうやってね思われる方もいるかもしれませんけれども、やっぱり心の病っていうのは目に見えないものだし、一見元気そうに見える人でも、もしかしたら心にね、人には人の地獄がありますから、こう簡単にですね、あんたは元気そうだから精神科行く必要ないよねとか、そういう風に決めつけちゃうのはまずやめましょうという風に思います。というわけで本編スタートです。もうまずですね、私は今薬も減量のフェーズだし、ある程度もう心が元気になってきました。じゃあなんで通っていたのかというと、3年前ぐらいでしょうか、私がですね、こう会社も起業して、起業したのが22歳だったんだけれども、そこからどん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 人も増えてきて、社員数がちょうど15人ぐらいになってきた時、どんどん自分責任も増えてきて、人の人生を預かるようになってきて、ファンも増えてきて、知名度も上がってきて、そういう時にやっぱりこう、アンチと言われるような人たちも増えてくるんですね。で、そういう時に私はそういう経験があまりなかったので、100人の応援してくれる声があっても1人のバカブス死ねみたいな声に持ってかれてたんですよ、うーって。で、そういうのもあって急にね、立てなくなりました。立てなくなったりとか、声が出ない、急に涙が出ちゃう、その鬱の症状ですよねっていうのがまず一つと、これはもう本当に小さな頃からなんだけれども、トイレに行けないとか、お風呂に行けないとか、不安的な症状がすごく強くあって、何かにこう襲われちゃうかもしれないっていう症状がずっとあったので、誰かと一緒に暮らすしかなかったんですよね。誰かと暮らしたりとかしながら過ごしていました。あとはもう家中のこう鍵を何回も閉まってるか確かめちゃうとか、その強迫性障害とか言われるらしいんですけれども、その病院先生から聞いたんだけれども、そういう大丈夫かなだったりとか、もう寝てる間は必ず金縛りに遭っちゃうとか、もう気分の抑揚が激しくて、人にもうブチ切れちゃった後にすごい優しくしちゃうとか、もうなんかそういうちょっとDV 気質みたいな感じになっちゃっていて、私自身生きづらいなと思っていたし、会社のメンバーにもすごく迷惑をかけていたし、もちろん SNS ではそういう目は見せなかったんだけれども、でもやっぱり気分の抑揚が激しい時にこうブチギレツイートしちゃうとか、悲しいツイートしちゃうとか、やっぱり自分の仕事にも支障があったんですね。で、周りの人たちもやっぱり精神科に対する知見もなかったし、私自身もなかったんですけれども、で、私漫画大好きなんだけど、シュリンクっていう漫画に出会ったんですよ。こちらです、シュリンクで、シュリンクって漫画に出会って、私は自分と重なるわっていうところがすごいあったんですよね。で、これは私は病気なんだと、これは通った方がいいんだということに気づいて、まず病院に行ったんです、検索して、近場の。そしたら1軒目の病院では、あなたの病気は治りませんというふうに開始5分で言われました。で、もう号泣しちゃって、私って治らないんだと、この人生一生続くんだと思って、もう号泣しちゃったんですよ。けどセカンドオピニオン、いろんな病院に行っていろんな先生で見てもらった方がいいんだよっていうふうに、それもググって出てきたので、なるほどと、2軒目に行きました。たら、あなたはちょっとこう気分が不安定なので、気分の不安定を治す薬を渡しますって言われたんですね。これはカウンセリングもあんまりなく、全体30分ぐらいで終わりました。で、それで気分の抑揚は、もう悲しい、辛いってなった時に飲んだらちょっと安心するぐらいになりました。けれども、不安とか、めちゃくちゃ切れちゃうみたいなところは治らなかったですね。で、それも治したいと思って、先生に相談したけれども、なかなかそれは難しいって話だったので、諦めてました。けれども、もう一個頑張って行ってみようと思って、やっぱりいろんな病院に行くのは辛いんですよ。自分と向き合うのはすごく辛いので。だけど頑張って3軒目に行った時に、カウンセリングがね、1時間半から2時間ぐらいしてくれたんですよね。もう、生い立ちから、お母さんのことどう思ってたとか、小さい子何を習ってたとか、もう全て聞かれて、それで、その上で、いろんな薬を出してくれて、すごく優しく接してくれたんですよね。で、そのお薬のおかげもあってか、今はですね、もう一人で寝れるし、地方出張に行った時、ビジネスホテルで一人泊まれるんですよ。そんなこと私、今まで絶対ありえなかったの。地方出張でビジネスホテル、本当にありえなかったの。感動するの、私は。普通の世界したら当たり前かもしれないけど、そういうところに泊まれるようになったっていう成長、もう、私の人生において、それはね、本当にありえない話なんですよ。トイレも風呂も、一人で入れるようになったんですよ。だから、そういう、なんていうのかな、ごめんね、ちょっと
当たり前のことが できないっていう風に思ってこう悩んでる方がいるんだったら、やっぱりこう精神科に行ってほしいなっていう風に私すごく思いますし繋いちゃった何言いたかったんだっけでもその病院がすごく良かったんですよ。いろいろ通った結果、私があこういう精神科がいいんだなと思ったのが、まず1、かかりつけの先生がいること。頻繁に先生が変わっちゃったら、やっぱりその先生によっても、あ、前の先生なんて言ってたんだろうみたいな感じで分かんなくなると思うので、やっぱりそういうかかりつけの先生がいることは大事だと思います。で、2つ目、最初のカウンセリングが1から2時間あること。まあ、ここまでしっかり聞いてくれないと、やっぱり心の病気って分からないので、見て傷が開いてますね、じゃあ縫いましょうじゃできないんですよ。その人の奥深く何が原因だったのかっていうのを深掘っていかないと分からないものだと思う、私は思っているので、最初のカウンセリングが長いところですね。そして言葉が丁寧なところがすごく良かったなと思います。あとはこの後も薬飲んだ後もちゃんとカウンセリングをしてくれるところ、その4つがあるところはすごく良かったなというふうに思います。で、ストーリーやツイートした時に親の反対があっていけませんっていう言葉が結構多くありました。やっぱりまだまだ精神科っていうのは人から見た時にこうまだ偏見だったりとか、うわあいつ精神科行ってんだとか思われることもあるかもしれないけれども、自分が生きてか本当はそんなこと恥ずかしくないんだよ、全然恥ずかしいことじゃないんだよ、なんだけれどもそれはもう事実としてあります。だけど人生生きやすくしたいじゃないですか。だから勇気を振り絞って、全然怖いところじゃないので行ってみるってのも大事だし、いろんな病院に行ってみる、そうやって自分がこう生きやすく自分の人生を楽しくしていくっていうのはすごくいいことなんじゃないかなと思います。で、どのくらいの期間で私がこう改善されていったかっていうと、2、3年前に通い始めて薬を飲み始めてから半年ぐらいで改善が見られました。まあ、ずっとカウンセリングは続けていたんだけれども、パートナーから見てもまあ改善されたということで、半年ぐらいで改善が見られて、今はまだ飲み続けてるのは治ってないからじゃないんですよ。薬は一気にじゃあ治ったんでやめまーすってことはできないんですよね。それは危ないので、やっぱり体にとっても。だからどんどんこう少しずつ減らしていっているっていうフェーズで、まさか自分が減らしていけるフェーズにいけるなんて思ってもいませんでした。だからですね、いや自分が治るわけないとか思ってる方はぜひ行ってほしいですし、なんか行きづらいな、なんか立てなくなった、なんか悲しい、なんか涙が出ちゃう、なんか私だけがかわいそうに思える。そういう風に思っちゃう人は、ぜひちょっと背中を押してあげたいなという風に思います。ちょっと途中泣いちゃってすいませんでした。あくまでも精神科の話なんで、こう、ポップに明るく話そうと思ってたんですけど、すいません。元気なんだけどね。なんか昔の自分のことを思い出すと治ってよかったなと思って、ちょっと感動しちゃった。はい。というわけで今回の動画がちょっとでも参考になったり、楽しくはないかな。参考になった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。全然精神科は恥ずかしい。